ですね、ターヤンさんと連絡取れまして、明日5月29日ですね、土曜日花火やれるようになりました。はい、なので今年ね5月やれないかなと思ったら、やれないと思ってたんですよ。なので本当に嬉しいです。はい、もう本当感謝ですね。うん、なんで明日楽しみにしておいてくださいね。もうセット組んであるんで。昨日かな忘れちゃったけど、投稿したしてないか、あ、してないわ。あれは言っちゃうから、ネタバレになっちゃうね。うん、言わないっす。まあすごいんでね、とにかくお楽しみにされてください。おまけ動画もねやっていこうかなと考えてます。で、紛失とかはやらないって言ったけど、また話変えちゃったらあれなんでね、やらない。うん、手持ちはやるかな。うん、手持ちはやりますね。10変色です。10変色と4変色の手持ちをやっていこうと思います。で、7月は感触玉、皆さん知ってます？踏み潰すとパンってなるやつ。あれね、本当に地面に投げてパンって鳴らすんだけど、絶対鳴らない確率があるんで、なんか丈夫になったらしいんですよ。ポッケで破裂して火傷した人がいたらしくて、なんで踏んだ方が早いですね。うん、なんで7月は感触玉、うん、何年もやってないからビビりつつやるかもしれないですけど、うん、音が鳴るのに時間かかるかもしれない。うん、ということで、まあ本当個人的にも楽しみですね。うん、初めてやる花火もやるんで。で、タイトルは紅桜ですね。紅桜と、なんかチタンを多めにやるのがあるんですけど、あれタイトル何でしょうか。梅雨、まあバリバリバリってなる花火あるんで、それを雨の音に、うん、しましょう。それを雨にしましょう。うん、なんて言ったらいいか分かんないんで、あれを、うん、劇的ちゃうか、あれちゃうな。うん、とりあえずバリバリになるやつやるんですよ。なんかね、前回やった時になんかしょぼかったんですよ、ジュクジュクジュクって。でうまいことね、火花が散ってくれたら、チタンがね散ってくれたらいいんですけど、そんな戦輪みたいになるかなっていう、ちょっとね、まあうまいこと開けば、画面にねうまいこと映ればいいかなと。で、よくね僕が行く公園は、あそこ街灯が消えるんですよ。よくまあ玉切れとかじゃなくて時間が来るとね。なんでアウトドア、ドア用の、去年だったっけな、あれ買ったの、今年だったか忘れたんですけど、今年じゃなかったか、去年か、去年っすね、覚えてないな。うん、とりあえず1000円ぐらいで、まあピアゴっていうところで買ったんですけど、あれ活用して導火線とかね、いじるところだけ照らしてやっていこうと思ってますね。やっぱね、導火線途中で外れとったら火がつかないってなっちゃうんで、ビニールテープも持ってって、そのライトも持ってってね、うん、フィールドライト、うん、あれを持ってきますってことで、また次回、明日ですね。じゃあ、ごちょる、うん、噛んだわ。やっぱ飲んでから動画回すと分かんね。うん、で次回はまた明日、ごしありがとうございました。